北海道で最大震度7を観測した地震から今日で3年が経ちました。地震では厚真町を中心に44人が犠牲になったほか、2300棟を超える住宅が全半壊しました。北海道庁では犠牲者を悼み、職員が黙祷を捧げました。北海道によりますと、震災後整備された仮設住宅233戸はすべて解消され、被災者は災害公営住宅などに移ったということです。